玄武回廊の第2回層の採用、うん、中間って書いてあるけど採用ですよね。です。こんなメンバーです。どんなのかな。前回キューブみたいなの出てきましたけど、うぅこいつは俺たちの姿、この空間に再現されたテキあるコピーというわけですかね。メガモディーンくんです。手ごわいぞ、気をつけろ。なんか嫌だなんか嫌だ、しかも超わかりづらいしさて、どうしましょうか。ノブレスアークやって、ノブレスアークって速さもなるんだよね。その前に知らぬいして、闇の前霊に知らぬい、アナライズ祭りですね。オロオロイド、ロイドがロイドを解析していこう。声は声なし。ロイドにを模したうつろな存在、警官正式のトンファを両手に攻防一体の制圧術を繰り出す。18万、いいだろう。ここはクリティカルなんでちょっと行きたいですね。前衛的になっていいのかな。ヒーローと繋がっちゃってる。あ、いや、無理だ。ローファスさんとユーシスが見分けついてなかったね。大丈夫これ、ティアラした方がいい。間に合ってないけどね。いけるのかな。まあ、2人分だといけるか。じゃあランディー、させない。ナイス、いいじゃん。いや、さすがフォローランディー。ランディーを模したうつろの存在、戦闘本能が覚醒し、もう獰猛に戦場を蹂躙する。させない。お、いいね、すごいじゃん。私の番だ。かっこいい。早くしてっか。はい、行くぞ。そしてアナライズを、いいよ。行きます。こんないいものが来たのでエイオンシールドしまして、エイオンシールド展開します。私の番です。そしてアナライザーを分析を開始します。いや、しかしちょっと早いな。エリオンシールドがエリオンをしたうつらの存在、動力銃を巧みに扱いどんな敵を撃ち抜く。アナライズ、ティオ、ティオを模したうつらの存在、動力杖と高い親和性を持ち多彩な圧を駆使する。いいだろう。これはなかなかまたげない、またげないな。無理ですね、諦めましょうノブレスアークで我らに光を。ノブレスアーク、もういいよね、もう戦って、うん、行きましょう。プレシャスなんちゃら、ランディが入らないな。ここはそこだ。よし、リーシャハンに吸引してもらうのもありだな。来てない人がいる。デゲネードエッジは入る。お、ロイドくん、ほい、これはどうかくれ。いいね、そこだ、私の番です。そしてアナライズが終わったんですけど、ガリオンフォートでも行きますか。ほい、アークスクレー、痛いな。回復のこと忘れてたのは、回復のこと忘れてた。お返しを強化する。いいですね。やガリオンフォート、お、いいじゃないですか。なんだろう。うわ、ちょっと待ってくれ。ちょっとロイドくん、あ、ロイドくんじゃないわ。あ、ホーリー、なんだろ。しかも結構回復するんですけど。負けてたまるか。マジで言ってるんですか。ホーリーブレスがありました。行くとしよう。そうね、ちょっと移動したいな。いや、移動しなくてもいいわ。
どうしようかな。ATS 下がってどうしようかな。ちょっと待って、めっちゃ悩む。ノブレスアークやって行くとしよう。これやろうかな。そう、バフがあるのに攻撃できて、しかもこれ崩しが S っていうのがすげえです。ここ今奥にやってた。そんなことはない。回復はしてもらってて、 ATS は上がってるからガリオンフォードしましょう。ドライブ開始。助かりました。全開じゃないのね。オッケー。行くぞ。ゼロブレイカーを、いやーちょっとエリーさん怖いな。ゼロブレイカー。あ、いいね、ブレイク。しっかり。わあ、デスストーム。ちょっと待って、それ特殊とか入ってないですか。大丈夫ですか。おのれ。おのれいいね。お返ししよう。ティオさんがどうなるか。お、いいだろう。ここは回復したいな。知らぬ入れて。知らぬ。任せるがいい。一応全、あ、これ入る？兄上でいいかな。兄上にして。ひざまずけ。うん。遅い。でここで回復して一応ね、エナジーサークル入ってる。リカバーモード起動。これで大丈夫です。ありがとう。かわいい。俺の番だな。そしてちょっとまだ心もとないけど。あー、ずれたね。でもエリーさんが怖いからこうしよう。ひざまずけ。おい、あー、ダッシュしてもよかったかもな。任せたまえ、はい。で、これをこうだな。はい。そうだ、ユーセス。承知。あ、そんなになんかダメージ期待したほど打ってなかった。あー、なんか保有してるですよ。行くぞ。ここはバニハして。いいですか。で、俺の番だな。ボーナスもらってノブレスワークして、我らに光を。ノブレスワーク。待って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 、分かりにくいよな。ゼロブレイカー。これ大丈夫ですか。その人、その人は大丈夫です。はい。あれ、ランディあれしてなかったんや。さっき崩れてなかったんや。ひざまずけ。うん、遅い。行きます。そして、崩れてる人がいるのでアブソリュートゼロを入れ、いらんな。はい、いいですね。はい。でティオさんが行ってしまい、あー、こうよしちゃって、しかしながらお危険なんちゃらをしまして、オッケー。よし。よし。と一万ですね。あ、タイガーチャージ行きましょう。タイガーチャージを。さあ、行くぞ。ほい。だー。とどめだ。タイガーチャージ。崩れた？崩れてない。崩れてない。ああ、何それ？ライティングノバなの？大うめちゃんとイラストがあるっていう。ライティングノバ。ドキドキする。あ、いいね。今だ。そこだ。オッケー。はあ、勝った。今回楽しかったな。よし、
なんとか決まったな。ああ、このまま次に進むぞ。うん。OK。いや、一層がもう本当にもうあれだったんで楽しかったですね。アイテムの効果が範囲化しちゃった。はい、レベルアップですね。当然だな。よし、やったぞ。まあこんなものだろう。はい、まあこんなところか。うん。もっと精進しないと。はい、さて、そっか、え、赤金なかったよ今回。運なんかな。中間？中間って本当に中間だったんだ。鍵？だと？試練の鍵？すげえいっぱい要素ありますね。それはなんか選べるやつかな。どうなんかね。ライジングノバってさっきやられたやつじゃないですか。はい、オッケー。なんか今光がずれてたけど。あ、まだ先があるっちゅうことなのか。オッケー。っていうかユーシスさ、解禁だよね、玄武回廊。私前回もユーシス連れてったよね。まあロイド君もそうだけど。おー、続く。探索を開始します。後半、さっき前半って書いてあった？ね、また忘れてた。あのバリアントレイジ、ダメだ、私忘れるわ。バリアントレイジの存在、自分の力でなんとかするわ。なんて聞か。はい。威勢がいいな。いや、これ途中で変えたくない？メンバー変えようか。ここまで来たんだったら変えてもいいよね。待って、なんか知らない人、ティータニアがいる。カイオンバヤラー。いや待って、バニッシュ、あぶねー。待って待って待って、うーん、うわ、みんな待って、セーブしてないんですけど。待って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 、ちょっと待って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 、マジで言ってんですか？ちょっと待ってくださいね。これどうしたらいいですか？いや、そんな誘惑に惹かれる？そんな誘惑に乗ったところでじゃない？初めて聞く曲だね。まず、まず石化解除するでしょ。助かりました。どうしよう。この程度ならホーリーブレスが切れる。シールド入れる？今入れる？今入れ、どうなんだろう。ホーリーブレスして、私で A4 シールド入れて、 A4 シールド展開します。で生き返らせて、はい、アセラス、ここは蹴散らない。ルーファスさん、あっ、あ、そこにティタニアがいるからか。はい、ホーリーブレスして、助かりました。あ、やだー、が、あ、忘れてた、 A4 シールドね、ありがとう。はい、A4 シールドがありがたい。 で、セラスが近い。セラスが近い。アークスクレイ、それありがとう。はいはい、で、なんとかなったのか。受け取りたまえ。俺の番だな。で、またこう、またぎたい。で、またぎたいん、ま
歌いたいけど EP がない。エクスクルセイドをどこが移動しない、この人移動しないの分かんないや。アナライズを入れまして、ティーダニア、近畿の技が生み出した生命体残留クラフタル粒子の触媒となり、空中ふわふわと漂う群れをなして圧を放つと。俺の番なんですね。マジであれが嫌だな。我らに光をノブレスアーク任せるがいい。ロイド君おっそ待てよ、プラチナシこれやるのあり。いや倒そう。ひざまずけ、まあいいね、私の番だな。そうね、意外となんか CP 回復してた。ありがたい。はいはい、そしてこれはなるほど、なるほど、特にあれがないので変わりましょう。あとはお任せします。俺が行く。ターゲット何だと。よし、バニハして、行くぞ。俺の番だな。そうですね、惜しみ、出し惜しみなし。ターゲット捕捉。ルーカさんってどんな感じ。あ、そんなにだった、そんなにでしたか、ごめんね。我らに光をノブレスアーク。よし、よし、ターゲット、いいだろう。花の通知、大きい、そこだ。はぁ、よし、なんとか決まったな。なんでよ。ああ、このまま次に進むぞ。いや、冷や汗かきました。はい、アルタイルってあれじゃん、共和国の首都じゃん、関係ある。当然だな。はい、やれやれ、びっくりした。でも何にもないよねここね、ほんとただた、あ、ねえまた忘れてた、これバリアントレイジもうダメだ、ほんとに忘れる。でここ来れると思うんで一旦メンバー変えましょう。ティオとルーファスさんを入れて戦闘を勝利しなきゃいけないみたいなミッションがあったんで入れてたんでしたなのでこの2人を主にとしてこんなメンバーでいきたいんですけど、対してアクセサリーは変えてないです。でレベルがそこそこ低い人を集めてきたっていう感じですね。お宝発見。そういうの欲しい、そういうの。なんかとりあえずついてるけどそんないいものじゃない。あのキラキラしたのって何、ちょっとテンション上がってるんですか。あ、なになに、シャイニングフォーム的なあれですか。リバータイムだ。何何何、押し切るぞ。え、何何何何何何何、え、もうすぐにバット少した方がいいやつ。はっ、ターコイズポム、何かしらハピネスな存在。普段は強者たちの家電に潜み、人前には決して姿を現さない。いいものを大量に持っている。とりあえずセピスはすごい美味しそうですね。あ、入手アイテムもすごいですね。僕の番だな。当たってる。私の番だな。
クリミナルレイド。クリミナルレイド。私の番だな。で、ティオとつながって。おい、行きます。行きます。アブソリュートビルド。ミスった。逃げない。TP 吸収ぐらいなら可愛いもん。ビッグバースト。セピスがね。よし。クルト君とスローは敵強いです。気ありだぜ。逃げないでね。他愛のない相手だ。やっちゃったかこれ。即座にやるべきだったわ。覚えとかなきゃね。もし出てこなかったら。あ、またバリアントレイジ忘れてた。もう一生忘れるわ私。ダメよもう。始めましょうか。一生忘れる。怖。すまない。頼む。うん。頑張るよ。でした。可愛いね。ちっちゃくなったね。こんなちっちゃかったウリボア。丘陵に生息する大型魔獣の幼体。体はまだ小さいが木は荒く、自慢の突進をまともに食らえば大の音だね。気絶すること。いきます。こんなライザークラッシュボア。詳細で、ひたすらに殺戮を繰り返す狂気に満ちた巨大魔獣。その熾烈な突進は敵を砕くまで止まらない。いくぜ。眠くなってきた。クリミナルレイドか。関係あるかな。クリミナルレイド。クリティカルが出る。おうよ。突き進もうぜ。バイルトレイジーさ。一気に決めんぞ。うん。あ、クリティカル出てきた。私の番だな。そうですね。ほい。お返ししよう。任せたまえ。やれやれ、時間の無駄だったな。はい。これは数に入ってるのかな。ブルーオラトリオ。はい。どうなんだろうな。難しいな。戦闘終了後のあれを見なきゃいけないんだったら相当難しいぞ。あ、飛ばしジャック。ゲットね。ゲットね。よいしょ。よいしょ。音がいい。さあ、行くぜ。行くぜ。クローは元気ね。では始めるとしよう。うん。さっき バフがあったんだけど、バフがなくなりました。届け、トールハンマー。これ回復してないし。寝てますね、これはね、完全にね、私ね。クイックバースト。ダメっぽい。はい。はい。崩れたな。続けていくよ。はい。はい。そうですね。カルバリーエッジ。アークスクロウ。うん。うん。来るとごめん。あとはお願い。任せてくれ。ペインスラッシュを、こう。任せたまえ。こう。ずれた。それ。受け取りたまえ。受け取りたまえ。打ち果たせ。クリミナルレイド。僕の番だな。ペインスラッシュ。あれ、すごい遠いとこにいるね。つきありだぜ。アブソリュートゼロ。手になんだ。俺の番だな。どうだ、しびれたかよ。はい、どうしよっか。集中力が切れてきた。ブレスして、あ、間違えた。もういいか。悪くない。はい、悪くないよ。これは戦ったことがありますね。早くするやつもないね。あ、あるとは。バサラの陣が、こういうのもちゃんと考えて入れないとっていう話なんですけど。トールハンマーで。トールハンマ
ディスティニーブルーやってからでした。もうバカしました。行くぜ。こう、僕の番だな。せっかくだからしとこう。お返し失敗した。おー、いいね。クリミナルレイド、クリミナルレイド、クリミナルレイドの斜め具合。はい、分析を開始します。分析完了。ボルクガノ、周囲に稲妻を発している太鼓に似た幻獣、雷光をまとった前足であらゆるものを焼き尽くす。はいはい、アムソリートゼロ。はい、それで気絶する。崩れたな。よし、どうしよっかな。ブレードダンスするか。僕の番だな。そしてカオスグリオン、かき回せカオスグリオン。うん、行くぞ。後陣ラウンド。はい、隙ありだぜ。俺の番だな。ユーバスさんはあと1回だったらいっか。崩れたな。よし、バサラしたいけど。隙ありだぜ。任せたまえ。バサラ。バサラの陣。任せたまえ。おお、バスケ。行きた。続きます。おおよ。崩れたな。いや、またバリアンドレイジ忘れる。忘れてる意味もあった。よし。ずれた。隙ありだ。俺の番だな。そこだ。任せたまえ。もう使わなくていいか。よし、そこだ。隙ありだぜ。さすがにやるな。いえ、精進あるのみです。まあこんなものだろう。まだまだこれからだ。よし、やったわ。はい、金来た。なるほど。集中力がなくなってきたんで、ここからもうカットします。で、採用までカットして、で、その道中新しいこう戦闘終了後ボイスが見れたら収録しようかなと思います。では行ってきます。久々に行こっか。ほい。さて、いっそやるか。え、変わってる。切り刻め、単独の刃。あの世へ行きなら。おお、モーサルスレイヤー。え、なに、超かっこいい。どうだ、しびれたかい。なんてぴったりなあれなんでしょうか。この流れだったのか。しびれましたね。二丁拳銃の方じゃなかったね。クリミナルレイドだっけ。まだまだこれからだ。よし、やったわ。エクセルブレイカーに。やったね。え、めっちゃかっこよかったね。クルト君、ヴァンダールが創建、とくと味わえ。行くぞ。おう、なんという石柱。とどめだ。そうよね、セピースの候補。あー、セピース美味しい。ストライク。俺の番だな。で、あともう一回ね、できるから、ちょっとね、また見たいな、クロー君の。ウーバスさん、仮面なしバージョン。これね、まことの恩師なし者の剣。行くぞ。よおやげていこう。降り注げブルドガングレイン。めっちゃかっこいいね。他愛のない相手だ。結局何言ってるか分かんなかった。そっか、なんかすごい表情いいね。あー、誰か決まってるんだ。うん、ゲットだよ。